和歌山県立追加大学は和歌山県和歌山市宮寺811の位に本部を置く日本の公立大学である1948年に設置された大学の略称は Y 大。和歌山県立追加大学は医学及び保健看護学に関する学術の中心として基礎的、総合的な知識と高度で専門的な学術を教授研究し豊かな人間性と 高賄な倫理観に富む資質の高い人材の育成を図り、地域医療の充実などの県民の期待に応えることによって、地域の発展に貢献し、人類の健康福祉の向上に寄与する。交渉の意装は、和歌山県が運大生んだ性、花岡聖衆が全身麻酔薬として用いた植物、マンダラゲの花に、胃の文字をデザインしたものである。マンダラゲの花の絵は、陶芸家、 富本健吉氏の作で、もともとは昭和38年に開催された医学総会のため描かれたものである。その後に、井の文字を付加して、和歌山県立医科大学のマークとして永年、親しまれてきた歴史を経て、昭和62年に正式に交渉として認定された。教員陣のほとんどが本大学の出身者で、占められており、他大学の植民地となっていないのが、 特徴的である。2021年度より薬学部が設置される。同大学医局の教授だった男性が2002年から2005年に、かけ、2つの民間病院から、正規の寄付金とは別枠で、計290万円の現金を受け取っていたことが、判明した。また、医局で勤務する秘書や、研究補助員について、複数の腎臓透析関連病院が、 2011年末まで給与を肩代わりし続けてていたことも明らかになっている。同大学の清掃業務等の業者選定に際し、和歌山市内の清掃業者が同大学の職員に対し無断で県議の名前を持ち出す形で入札結果の見直しなどを迫った疑いが浮上し、大阪地検特捜部は2012年11月1日に、 この県議の事務所などの家宅捜索を行ったが、関与した事実は全くなかった。和歌山県立医大は14日、付属病院内で部下にパワーハラスメントをしたなどとして、付属病院臨床工学センターの男性技師長を定職1ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。医大によると、技師長は同じ職場だった部下の男性が請求した超戒金無手当を認めなかったり、 一から二時間にわたり、叱ったりした。男性は3月31日付で、胃がん退職した。技師長は他にも、勤務時間中にアダルトサイトを見たり、超過勤務手当を不正受給したりしていた。薬学部は、岡山県立医科大学、藤田剛、坂井義博、近藤君。 和歌山県医大前教授に、現金290万円で2から5年関連病院から、毎日新聞2012年1月5日付、大阪長官1面。藤田剛、よ坂井義博、近藤君、金と人の互い報い、和歌山県医大医局に不透明資金病院ボンプレ、監修、毎日新聞2012年1月5日付、大阪長官25面。藤田つ 坂井義弘、近藤君、医局秘書給与肩代わり、和歌山医大関連病院3人、分、数千万円、毎日新聞2012年1月6日付け、大阪長官1面。坂井義弘、近藤君、和歌山医大不透明資金医局相次ぐ、不祥事、地域医療に必要用語の声も、毎日新聞2012年1月6日付け、大阪長官27面。 不正すらなかった。和歌山県議の関係先を捜索大阪地検。毎日新聞2012年11月2日。ありがとうございます。